走れ、影。欲しいものは強い酒とうまい飯と休息。おなごも。まだ飽きる。こちらの精鋭を出せ。ジーサンドラ、オルフ、害を受けたか。筒とアザモの境にある畑を燃やされてしまいました。丘の上から見えるはずです。よし、分かった、見ておこう。あなた様には感謝しています。金国と高麗を下した奴ら。違うよ、もののけだ。ありえるよ、海から来たんだもの。じゃあ、アキウドや海賊は。アキウドや海賊はお侍を殺せて火を吹く武具を扱えるなら、もののけだろうね。Thank you.
まだできるぞ。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。さあ出立し。どうか娘のことを頼みます。待っておれ。すぐに戻る。Stop!
マキに違いない。やめて、お願い。逃がしてやる。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ、ですが夢を見ているようで。音、ただいま。ああ、生きててくれたか。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。ああ、分かってるよ。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。
ふぬけばかりか。あつちゃさ。てりんたんたん。
朝目から来たのか。日中は隠れている。暗くなってから逃げ出した。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。磨き上げましたよ。また来よう。どうぞ見ていってくださいよ。お役に立ててください。
か。熱い。龍蔵とは幾度も悪さをしたな。酒を盗んだり、女子の服を着たり、船で壱岐へ渡ろうとしたり。龍蔵のような子供と遊ぶなと、叔父上にいつも叱られていた。お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。私が酒井様なら、志村様をお助けしよう。どちらへ行かれるのです？志村様さえこの世にいなければ、酒井様は地頭になれるんだよ。もう子供はどうする？将軍様が…いや、よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクスシのようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。一番手は誰だ？かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって、二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。
走れ、影。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めば、おそらくあのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振るう前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。生粋の屈指だな。走れ。ちょっと屈指さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない、俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。
あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。走れ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。Alek Bocic, stop it, stop it! こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。よし、落ち着いてくれ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。
そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが、毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。